とても満足です。今日何しました？今日はカットとカラーをしていただきまして、私のいつも抽象的な要望を具体化してくれる。具体化して、はい、なんか台本みたいになってますよね。大丈夫ですか？もういつもありがとうございます。はい、なるほど。聞いていいですか？初めてうちのお店に来たのはミックスで見てだったような記憶がありますねって感じで、多分浦安に越してきてすぐですか？15年だから違う、すぐでもないか。浦安に越してきたの覚えてますね。20歳です。20歳の時だから2008年。ああ、9年なんですよ。ああ、だから浦安来て、多分美容院難民みたいになってて、で多分ミクシーで多分きっかけでオープンしたんだみたいな。あ、多分この辺通って何屋だろうみたいに多分なってたのかもしれない。ケーキ屋さんかなとか。ああ、よく言われた。ケーキ屋さん。はい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 。そんな感じで、多分あれ美容院だったんだみたいな感じで入ってみてみたいな。したらなんか多分ちょっと今よりだいぶビジュアルっぽい感じのビジュアルっぽい、どんななんだろう、ビジュアルっぽい感じの雰囲気だった気がします。確かに金髪の写真出てきますね。そう、なんかこういう前髪だった気がするかもしれないけど、わかんないけど、あ、ちょっと違ったかなみたいな、ここじゃないかもみたいな感じ。あ、そうですよね。ケーキ屋っぽい雰囲気から出てきる。でもまた来ようって思えたんですかね、やっぱ1回目終わった時に。うん、そもそも、でも多分お話ししやすかったのとかだったりとかだと思いますね。決め手になったこととか。あんまりその美容師さんとお話しするの最初ちょっとあれじゃないですか。まあいろいろありますよね。お休みですから。今日何してるんですか？休みだから来てねみたいな感じのね、なんかお決まりのトークがありますからね。そうか、まだ当時20歳、21ぐらいですもんね。喋りやすさが良かった。喋りやすさが良かった。すっごい印象深かった施術というか、覚えてますか？たまるまきっすね。たまるまきにしてください。たまるまきありましたね。足目みたいな。あったあったあった。あれでもめっちゃ好きでしたね。ちょっとショートの似合いですね。作ってたデザインね。ああ、ちょっと続きましたよね。たまる巻きが続きましたね。すごいですね。お互い軽省略で。呼び捨てですけど。そうですか。そういう人はいいんじゃないかなとか、美容室1Aさんにこういう人もおすすめなんじゃないかなっていうのとかってあったりしますね。お客様像というか、こういう人は行ってみたらいいんじゃない。でも多分あんまり自分に似合う髪型とかがこうしたいけど似合うのか分かんないみたいな感じだと、こうニュアンス伝えればこう似合うようにで、そのしたいイメージも踏まえつつしてくれるので、あんまりゴリゴリにこうしたいっていう人も別にいいと思いますけど、そういうちょっと。したい髪型が定まらないみたいな感じの人はお越しいただいたらよろしいですか？ありがとうございます。それはなんかありがたい。私はだっていつもあれじゃないですか。ニュアンスでしか伝えてない。なんかもっと多分普通の人とかはもうちょっと何センチ切ってとかあるじゃないですか。そうですね。なんかこういろいろインスタとか見てるとそういう人結構多いんだと思って。私いつも割とざっくりしたものからスタートしますよね。でもね。まあそっかそっか、やっぱりそういうのはなかなか、でもそうですよね、お客様の方からちゃんと言葉にするのって結構難しかったりするからね。とかなんか似合わないくてかもしれないから恥ずかしくてちょっと言えないとか。まあでもそういうのはね、ウェルカムですよね。いつでもそんなの相談していただければっていう感じがするので、そっかそっか、そういう方に届くメッセージがね、ちょっと私たちも届いてるんですね。結構覚えてるのでも5周年の時にパーティー。あ、そうですね。私も5のイメージが強くて、結構メンバーもまだエリアがね、当時結構ごちゃごちゃしてたから、そうなんですよね。5からいきなり15いったぐらいの気持ちで、そんなに避けた人みたいな。そうですよね。やつがなんか最後にちょっとできるようなメッセージというか、なんかお祝いのメッセージでもいいですし、カメラ。いいです。いつも大変お世話になっております。はい。20年、30年、50年、はい、50年もうこんななりながらですね、そこじゃないよみたいなやだやだ、突っ込まれながらみたいな。小倉安といえば一恵と思っております。ありがとうございます。また確かに末永く、そうですね、はい、お勤めできるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。